はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日はね、ちょっと雑談会になるんですけれども、皆さん外とかね、結構走りに行きますか？それからまあジムでトレーニングする人とか、まあ自宅でトレーニングする人、いろいろいると思うんですけれども、僕がですね、買ってよかったものっていうのをね、お話ししたいと思います。前の動画でもちょっと話したことがあるかなと思うんですけれども、今日はね、それのお話をしていこうかなと思います。はい、それがですね、こちら、こちらって言われてもちっちゃくてわかんないよって思うかもしれませんが、これね、カバーついてるんですけど、アップルの AirPods、Bluetooth イヤホンですね。これね、買ってから生活が変わりましたっていうとちょっと大げさかもしれないんですが、本当にね、変わりました。これちょっと取りますね。カバー取ると、まあ、見たことがあるような、こういうこれね、四角いケースでパカッと開けると、ここに中に入ってるっていう感じなんですけど、まあ、これをもう本当に紐がないんですよね。紐が、はい、こんな感じの、まあ、耳からうどんなんていう風に言われてますけど、ここにこうつけてイヤホンとしてまあ聞けるような状態になるんですね。で、落ちそうな気がするんですけど、ほとんど落ちないんですよね、これ。普通のアップルの、コードがついてるイヤホン使ってる方はね、わかるかもしれないんですけど、ほとんどね、落ちないです。もう本当に頭を思いっきり振らない限りは落ちない。あとはまあ、ここがね、ちょっとカンって引っかかっちゃったりすると落ちるかもしれないんですが、普通に使ってる分にはね、全然落ちないんですよね。で、何がいいかっていうと、やっぱりね、まずは、このコードがないっていうところですよね。走るのが本当に走りやすいです。耳についてるのたまに忘れるぐらいなので、まあ、Bluetooth イヤホンの中にもね、これとこれが、もうつながって、線がついてて、まあ、後ろに回してね、こうやってつけるものみたいにあるんですが、僕はこのね、2つ独立してるっていうのがね、すごい良かったなと思います。実は片耳だけでも使えるんですね。なので車のハンズフリー通話とか、そういったところも、これでね、マイクが、使えるのでかなりおすすめです。こっちが空いてるとね、環境音とかも聞きやすいので、ハンズフリー通話とかにも非常におすすめなんですね。で、それだけだったら多分他のメーカーの Bluetooth イヤホンでもできるんですけど、 Apple の純正の AirPods なんで、Siri が使えるんですよ。こうしてここをダブルタップポンポンって押すと、Siri が発動します。なので、例えば聞きたい曲があって、なんとか流してって言うと再生が始まるんですね。もちろんポケットとかにね、iPhone を入れとかなきゃいけないっていうのはあるんですけど、ポンポンって押してなんとか流してって言ったりとか、あとは音量ちょっと大きいなと思ったらポンポンってやって、音量 30% にしてとかっていうと音量が下がったりとかするんですよ。その辺のね、コントロールが全部、Siri でできるんですけど、まあ電車の中とかでさすがにポンポンってやって Siri をね、起動させるのはちょっと恥ずかしいんで、電車の中とかはね、もう iPhone とかで、いじっちゃうんですけど、走ってる最中とかであればそんなに音気にならないので、もうこのままポンポンってやって音量変えたりとか結構してますね。で、実はこの左右の、機能っていう、ポンポンっていうダブルタップの機能っていうのが変えられて、僕はですね、こっちを Siri、左耳を Siri にして、こっちをね、再生停止にしてます。なので、こっちをポンポンって押すと、曲が再生し始めるんですね。直前までに聴いてた曲っていうのがね、再生し始めるので、例えばずっとこうやって音楽聴いて、生活してますよね。例えばスーパーとかでカートに詰めてレジに行きました。で、レジで会計するときってやっぱり店員さんの声を聞きたいっていうのはあるので、そういう時に音楽聴いてると、聞こえないじゃないですか。で、イヤホン本来であれば外して、その時はお会計するっていう感じになるんですけど、ここをポンポンって押せば曲が止まるんで、まあ店員さんの声が聞こえると。ただ僕がちょっと気にしちゃってるのは、音楽が止まっててもイヤホンつけてるっていうのはその店員さんね、感じるので、あ、この人音楽聴いてるんだろうなみたいに思われちゃうかなと思うんで、僕はね、ちょっとその時はさすがにこうやって外しちゃってます。なんかその人に対して失礼かなと思って外しちゃってるんですけど、まあそんなね、こともできるようになりますね。対人だとあれですけど、例えばね、ATM とかでピッピッピッってやるときにちょっと音聞きたいななんていうときはこれで止めるのも全然できるので、もう本当にこれはね、おすすめですね。ジムでトレーニングするときとかも、まあ、ダンベルとかをね、使ったり器具を使ったりするときに、どうしてもここに線があるとそれが引っかかったりとかしてね、フォームに集中できなくなったりするんですよ。それからね、ダンスの練習する人とかも、これ携帯見ながらダンスのね、フォームをチェックしたりとかする方もいらっしゃると思うんで、そうするとね、この線っていうのがね、本当にこうやっぱり煩わしくなるんですよね。
で、有線のいいところっていうのもありますね、充電しなくていいとか、まあ、そういったところもあるんですけど、やっぱねこれ音質は多分若干落ちるんですけど、これを手に入れてね本当に生活が楽になったというか、なんかこう機動力が増したというかね、そんな感じになってますので、運動する方にもね本当におすすめですし、運動あまりね習慣になってない方もこれをすると運動したくなるかもしれませんね、なのでぜひ、Apple のね純正の AirPods ちょっと高いんですけど1万6000円ぐらいするのかな、でもそれぐらいのね価値のある品物かなと思っております。で、iPhone じゃない方とかもねいらっしゃると思うんですけど、そういった方はねもちろん Siri とかは使えなくなっちゃうんですけど、片耳ずつ線がなくて分かれている Bluetooth イヤホンなんかも今ね、非常に多く販売されているので、まあ、そういったので、安いのもね結構あると思います。もちろん電池の持ちがね、少なかったりとか Bluetooth の接続の距離がみたいなのはあるかもしれませんが、基本携帯をねそばに持ってれば使えると思うので、まあ、左右独立してる Bluetooth イヤホンっていうのをね、手に入れると生活が変わりますよっていうねお話を今日はさせていただきました。本当に些細なことなんですけど、僕ね本当にここ最近でこれが一番買ってよかったものランキングナンバーワンぐらいに入ってくるかなっていうところなので、ぜひぜひ皆さんもね、試していただければと思います。ということで今日はですね完全な雑談会になってしまって、申し訳ありません。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。